はい、というわけで、お待たせしました。本日はですね、女子ワールドカップグループステージですね、日本代表なでしこジャパンとよく言われますけれども、なでしこジャパン対、ザンビア代表の試合をみんなで楽しんで見ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今も放送はね始まってまして、今熊谷咲さんね、もう昔ですね、女子ワールドカップで優勝した時の、経験者ね、優勝の経験者唯一ということですよね。私熊谷さん大好きなんでね、ぜひとももう最後になるのかな、ちょっと分かんないんですけど、熊谷さん好きって言いながら年齢もあんまりよく分かんなかったんですけど、あ、本戦出るの知りませんでした。もうスタメン出てますね。コニチペレス。これ私もちゃんと並べないとダメ。まだ分かってないね。この間のね、調整試合見たところ、長谷川さんなんかね、すごくギャップへ入ってきて、ゲームメイクすごく上手だったので、あと、右サイドの清水さんね、なんかザンビアの選手なんかポーズしながら出てきましたね。なんか意味あるんでしょうね、きっとね。32歳ですか。そうですか。ザンビアさんは初出場なんですね。今言ってますけど、強化試合でドイツに勝ってるんですよね。だから本当に侮れない相手ですよね。あー、熊谷さんね。さあ、ということで、ちょっとザンビア国歌、あんまり、ザンビアの選手本当に存じ上げてなくて申し訳ないんですけど、さあちょっと裏では私がちょっと今スタメンのね並べ替えをちょっとやらないとダメなので、画面の方まだごめんなさい、しばらくねちょっと待ってくださいね。今日はなでしこはなさっき歌ってるなでしこユニフォームなのかな、どうなんだろう。もう勝手になでしこユニフォームで準備してきてるんですけど、なるほど、なんとか伝えられるように頑張ります。キーパーが、日本の方はキーパーが山下さやかさんで、センターバックが3バックですね。これはでも3バックでしたけど、南さんと熊谷さんに、石川さんですね、3バック。この間うまくいってたよね。で、あれ、石川さんが俺が作ったメンバー表に、ああ、いたいたいた、よかったよかった。石川さん。で、ボランチの位置に長野さんと、それと長谷川さん。長谷川さんが本当、FIFA プラスね。FIFA プラスで確かに見れますな。あんだけ放送できない、できない、しないとかと言いながら、FIFA プラスで見れるんじゃんっていうのがありますね。で、ミッドフィルダー、右からが清水さん。まあ、なんかディフェンダー登録になってるんですけどもね、清水さん。でも、この間すごくいいクロス上げてたので、今日も期待ですね。それと、左サイドが遠藤さん。遠藤さん、まあ、日本の、あ、日本、男子のね、なんてゲームのように両サイドをよく使うっていうことをよくやってましたんでね。で、宮沢さんにトップ下といいますか、シャドウの位置なのかな。この動き良かったですよね。宮沢さんと藤野さん、藤野さんで、ワントップになってますけど、田中さんということでございますね。ザンビアの選手のもうメンバー表出た？
これは 3-4-3 でいいのかな、ちょっとよく分かんないけど。並び替えんのが大変やな。3-4、右攻めなのか左攻めなのかでまた大騒ぎせなあかんけど。長野さん、長谷川さん、宮沢さんがこうで、藤野さん、清水さん、熊谷さん、もう4回目のワールドカップ、マジで。お願いします。もういけるかな、ちょっと一旦。で、ザンビアってね、どこにあるのかもよくわからんでしょなんでちょっと調べてみたんですけど、もうそんな時間がなさそう。アフリカですよね、当然ですけど。場所がこの辺、わかるかな、この辺。ザンビア。南の真ん中って感じですね。人口が1659万人。民族グループはトンガ、もう出てるわ、スタメン出た。442ですね、ザンビアの方は。まあこんな感じです。まあまた皆さん、またあと、ハーフタイム的にもう一回見てみましょうか。せっかくなんでね、あんまり、失礼ながら行ったことのある人っていないでしょ？知らんけど。知らんけど、ほんまに知らんけど。少なくとも私のお友達の中では、ボイチャー入ってくれてもいいですよって今、誰が言ってくれてるのかわかんないですけど。あ、フューチャーさん、どうぞどうぞ来てください。オペラはどこだ？オペラ、そっか。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、消しておきます。で、お疲れ様です。ちょっと待ってくださいね。はい、まだ並びをちゃんとできてないので。キープ。パーでしょ。んで13、35の2枚のセンターバック。ああ間違えた。15、ミッドフィルダー登録になってるけどね。まあよくあることやけど。ディフェンダー登録ですね。で、はい、8の13それと。中盤が4、ザンビアの方はもうほんまめちゃくちゃやな。4の、はい。まあ、そんなもんかな。4と12と14。12と17でしょ。ああ、そうか、17か。マシン・クンダ・ナウンジさん。あ、今もうは始まっちゃう。はい。そして日本の方は普通のブルーのユニフォームだよね。せっかくなでしこカラーにしたのに。ホーム側なんでしょうね。で、ザンビアがオレンジ。ちょっと待って、だいぶ忙しいぞ、これは。ちょっと待って、ちょっと待って。はい、日本がね、左サイドからにキックオフ後来ましたけど、スローインになってます。名前と番号は合ってると思います。多分ですけど。知らんけど、せっかくなでしこの綺麗な色を合わせたのになんかショックやわ俺ほんと。あ、逆やった。さあペナルティエリアの中持ってきたけどザンビア書き出して、まあ、おでいいか。で、442って言ったけど、はい、442にあってもどうせ合わないよね、これ。まあ、登録押し込んじゃって多分無理ですよね。押し込んじゃうと442どころじゃないですもんね、日本が。ちょっと待
こんにちは。いえいえ、ゆっくりしていってください。14、17、12、11と19のトップってなってるけど、ちょっとわかんないね。これは一旦でこういう並びにしとくけど。そうですね。はい。ちょっと名前読みにくいな、日本。さあ、ワンタッチでサイドから、ここのサイドからの攻撃なかなか早いんですよね、日本は。そうですね。うん、あと、このギャップで受けるを、おっと抜けた。なし？なし。あー、まあ頑張ったけどね、今。そうですね、うん、なんとかキープできればっていうところで。この長谷川さん、本当に動きいいんでね。あのギャップでボールもらって、あとスルーパスも当然ですけど、今みたいにトップの位置へ飛び出してくるんですよね。このタイミングが素晴らしい、はい、ここはちょっと頑張れないので、サイド移してって今、まあ、ちょっとチェック今かけられたので、あ、今のキックミス、まあなんとかなりました、はい、うん、もう一度バックへ戻してトップへ行けるんじゃない。結構ザルですね、ザンビアの方は。おうおう、でかい、うん、ちょっと待ってくださいね。この選手は何番だ、多分ですけど3番のこの選手、この金髪の選手、はい、 3番が、そうですね、この選手、ムエンバさん選手、ね、ムエンバさん、この選手ですね、はい、この選手が今結構残って1枚でスイーパーみたいな感じになる時が結構あるみたいですね。だからそのギャップ結構つけるかもしれないですね。ただでかくて速そうなの で、 そうです、ね、1対1とかっていうのはなかなかきついかもしれない。ザンビアの方がね、選手基本的にみんな大きいのが、うん、ディフェンスとか残ってますからね。名前と番号は合ってるはずです。一応 FIFA の登録になってるやつだと思うので、多分ですけどもね、分かんないけど、背番号、あ、これ黄色に変えた方がいいな、これ。これの方が分かりやすい。こんにちは。こんにちは。17と12のポジション。逆になってる。が逆。あ、試合開始前になってるな。ちょっと待ってください。前半に変えておきましょう。はい、ハーフナイブになっちゃった。そうですね。12の方が、やっぱり、左サイド側にいますね。なるほど。じゃあ、12と17入れ替えます。やっぱり1枚この3番の人が残る形が多そうですね、ザンビアの方は。今も完全に一番後ろまでいましたからね、うん、こんな感じになるんですね。日本はね、ちょっとよく分かんないですね。3バックなのは間違いないと思います。で、両サイドがだから可変式ということだと思うので、ただ4バック形成にするのか、もう完全に守るときは5枚で守っちゃうのかっていうと、5枚で守るような感じになるんだとは思うんですけど、この両サイドですね。ただ攻撃のときはもうかなり高い位置取りまで行くので、まあ、そこがちょっと動きが面白いとこですよね。ザンビアの方はこの3番の選手、さっきも言いましたけど、が1人残る形になるので、おそらくこのスペースですよね。このスペースを使うとうまくいくんじゃないかなと。で、13番の選手がバランス取って動くんですね。こういうとこですね。さあ、そのスペースに出た、うん、シュート、うん、シュート精度書きましたけど、まあ女子のサッカーの場合は大体こんなもんですよね、うん、そうですね、うん、まあ、パワーのこともありますしね。ちょっと昔はこういう3番の選手みたいな1人余ってとかっていうのはね、ありましたけど、最近ではあまり見ない
だからこの3番の選手の身体能力によほど自信があるのかなっていう気はしますね。3-2-1-4ですか。確かに3バックに見えますよね。まあ、見えることは見えるんですけど、うん、ってとこ、まあ、もうちょっと様子見ながら、まあフォーメーションがどうってことじゃないんでね、もう私いつも言いますけど、お、来た来た打てる、来た、おー、ナイスシュー、ちょっと精度欠きましたけど、今のはね、あのゴール見なくって、はい、ゴール見ずに感覚でね、この辺りってしっかりと打っていきましたね。ナイスキーでもありますもんね、うん、いや素晴らしい。正面行っちゃったね、残念ながら。はい、もうちょっとね腰を回して、きっと狙ってたのはあのサイドの方に狙ってたと思うので、今の決定的な得点機でしたね。ちょっと高さで勝負するのはあまり、そうですね、得策じゃないかなっていう。高さは向こうの方が明らかにあるので。あ、4-1-2-3ですか。おお、面白いことやってくるね。ただ今反らせて後ろの選手にっていうボールの送り方したんですけど、誰も走り込んでなかったけどね、ダンビアの選手。まあこのタイミングでねずらしてもちょっと難しいですね、うん、きっとこの大会の後、この清水梨沙さんね、梨沙ちゃんの多分ファンはきっと多くなると思うけど、はい、さあ外、もう一度、もう一枚難しいか、ちょっと中にいなかった、うん、でもやはりパワーあるね、今のクリアなんかも男子並みとは言わないけど、しっかりと相手クリアしてきますね、はい、相手サイドもしっかり蹴られてますもんね、うん、まああそこへ適当に蹴ってくれる分にはありがたいばっかりやけどね。やっぱスピードあるよね、ザンビアの選手。まあ、でも昔からよくあることだけど、あの走らせて疲れさせると一気にやる気なくす、ね、アフリカ勢は傾向にあるので、アフリカの、うんうん、あと得点差ね、まあ、2点ほど奪っちゃうともう完全にやる気なくなっちゃうところがあるので、はいはいはい、もう早くそこ目指したいね。でその逆が怖いですよね、1点でも取られちゃうとっていう、うん、そう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 、完全に全部後ろでっていう風になっちゃうんで。おお、マジで。まあこういうとこですよね、女子のサッカー面白いというか、はい、ビクッとするのが。一番選手ムソンダさん、キーパーね。さあここで受けれるのよね。お、バー叩く、触ってた今、触ったかな、今素晴らしいシュートだったよね、キーパーの位置も見て、はい、でちょっと今ね、あのバタバタとしてですけど、まあ少し落ち着いたかなと、ザンビアの方も、うん、前半10分ね、もうザンビアの方は特にチャンスというチャンスはないですからね。うん、このアーリーの動きが女子はすごくいいんですよね。しかもこの間から機能してるから、まあ、あの一流どころ、女子の一流どころにそれが通用するかどうかはちょっと僕には分かんないですけど、うん、武器に、今のところ武器にはなってますよね。今の落ち着いてるね、石川さん。あ、しっかり全部買わせてますからね、うん、あの追っかけられても
ちょっとここの精度が、うん、まあ、それも仕方ないね。でも良かったんじゃない今のも見てるところ。はい、狙いどころははっきりしてるね。女子の方はこの、2番それとこの13番遠藤さんと清水さん、ここへまずボールを放り込んでってやってるんだけど気がつくとこの間ですね、この間に長谷川さんとか長野さんとか、まあ、あの他田中さんとかっていうのがこの真ん中ギャップのところでボール持ってチャンスメイクするのよね。うん、そうですね。ただ強烈なカウンターっていうのは、まあ、とりあえずあんまり ありそうではないかな。でも一発ね長いの蹴ってき そうなので、それだけ気をつけないとね。まあ、その辺はもうベテランのね熊谷さんがうまくやるでしょう。中止の場合、うん、一気に行かれるってことはないですからね、うん、なかなか、うん、こうやってバッて見たところやっぱりそのボールコントロールって意味でもなでしこの方がかなり上手に見えるよね、うん、はい。さあまたサイド、さっきからザンビアの選手たちよく滑ってるけどね。どうしたの、ひょっとしたらないですか、ね、うーん、ちょっと分からんけどスパイクとかどうなんやろうな。まあ、今はないでしょうけどもね、昔かわいそうな話、こういう途上国のね人たちはなんか割とボロチースパイクで頑張ってるみたいなところもあったりとか、今はさすがにもうね、まあ、そういう時代じゃないでしょうけどね、はい、ちゃんとねメーカーからでしょ、ユニフォーム提供とかもあるでしょうからね、うん、こういうトラップがね本当上手になったよね。はい、なんか今回のこのなでしこといいますか女子代表あんまり注目されてないけど結構上手よね。まあもうどんどんレベルは上がってますから ねもちろん。このなんかパッと見優勝した年なんかよりも早くて上手なんじゃないっていう気がしますけどもね。あ、滑るんだったらね芝の長さ逆ですね、短い方が滑るんです。ういもうちょっと思い切って今ね打てばよかったのにね、ちょっとコントロールが過ぎたかな、ね、枠を意識しすぎたかなっていうのは、うん、まあ重要なことですけどね枠意識、はい、ちょっとこのサイドでのこのね、ややこしいですけど13番ごめんなさい13、7、まあ、こっちのサイドもそうなんですけどかなり激しく入れ替わってるのでザンビアの選手は全然捉えきれてないですね。ちょっと今のところディフェンダーからしたら大混乱って感じだと思う。あれいないっていうあ、11番のあれ11番の選手がそうなのかな。家業がキャギャーになって、あ、そうなんや。うん、よく残したね今のなんかも、はい、もっと評価してあげても良さそうやけどねこの代表、なでしこ代表。そうなんですよねなぜか、うん、まあまあ昔に比べてやっぱりタレントがとかそういう話になっちゃうんでしょうけど、いやでもスキルで見たら明らかに上ですよね。うん、なんだろう、名前がないっていうことかな。なんだけど、ね、テクニックはみんな上手よね。はい、上だと思いますよ。で特に今はあの女子のねアカデミーって言うんですけど、育成もそれなりに日本の方は女子もちゃんと やった世代なので、この世代は。おあの
ちょっとね、一般の人には分かりにくいんですけど、日本でサッカーやってる女の子たちを、まあ、基本的には全員見てるんですよ、日本サッカー協会は。はいはいはい、で、その中で、小学生はもちろん女子だけでやってるっていうチームは少ないんですけど、男子と一緒にやってるわけなんですけど、うん、はい、で、その中で優秀な女子はアカデミーっていうところへ、もうその時点でも日本代表として育てに行くんですね。そうなんですね。まあ、ちょっと地震でね、あれになりましたけど、福島とかね、大阪とか、はいはいはい、そういうところを集めて、もう日本代表格っていうんですかね、もう育て、育成に入るんですよね。そういう選手たち、もうその世代ですね、この子たちは。だって、スタメンのメンバーのうち7名が今、ね、海外で所属になってるわけ、そうですね。うん、あ、ね、そうですね、もう本当に澤さんなんかはね、勝手に育ってくれた部位だとは思うんですけど、この子たちの本当に半数ぐらいは本当に計画的に育成した人たち、そういう世代ですよね。ちょっと具体的にごめんなさい、もう今適当なこと言いましたけど、本当にこの子たちの一人一人のプロフィールを実際のところ知らないんで、何とも言えないですけど、はいはい、まあ、世代的にはそうです。でもしこの子たちがそうじゃなくても、この子たちがだから対戦、ね、なでしこのリーグとかもそうですけど、してる子たちは、だからそういうふうに育成された子たちと対戦してるわけなので、レベルはやっぱり上がってますよね、それはね。女子の高校サッカーとかでもね、あの名前知れた人とかが出てますからね。うんうん、はい、上手持ってって、うん、コーナーですね、コーナーですね、はい、それはね、本当にちょっと心苦しいところですけどもね。まあ日本人のなんていうんですかね、性質気質的なものもあるとは思うんですけど、サッカーがやっぱりその一大文化の一つとしてなってないんでね、海外ではスポーツといえばサッカーみたいなところはあるとは思うんですけど、そうですね、まだまだ日本だと、ね、うん、入ってませんしね、うん、まあ、選択肢がね、日本では娯楽もそうなんですけど、選択肢が多いので、はい、なので、まあ、今後もその感じは変わらないような気はしますけどもね、その中ででも生き残っていかないとね。サッカー、アメリカなんかはね、女子サッカーすごく人気ですし、ヨーロッパももうね、うん、男子と同じぐらい集客できちゃうっていうなってますかね、うん、なんか所属してるね、この女子の方も所属してるチームなんかそうそうたるチームにね、リバプールだとか、はい、ね、リバプールにAS ローマ、あとウェストハム、シティとかもいたでしょ、確かマンチェスターシティとか、はいはいはい、いました、うおー来たー、ゴー、1点目田中みな実、まず1点目、まず1点目ですね、フリーキックからこ
こうなんか得点した時に日本の音楽流れてんだけど、これ何？取ったチームの指定した曲流れるようになってんのかな、これ。今これ場内に流れてる音楽よね。なんか流れてますね。ね音声ほとんど聞こえないんで。だからザンビアが点取ったらザンビアのチームが指定した曲が流れるのかな。流れるでしょうかね、これ、うん、そうなると。VAR。お、VAR 入った。多分田中みな実が最初のところで関与してるか関与してないかだと思うんですよね。オフサイド。ちょっと見てみましょう。このジャンプが関与してんのっていう風なのと、あとこのリフレクションのところ。なるほど。これはあーなるほどね。はい、どう判断する、関与したというか全然関与はできてないけど、はい、オフサイド、オフサイドですね、はい、残念、関与してるっていうことを見られてしまったというところですね。しょうがないね、これはしょうがないね。そうですね、まあ、うん、これを関与してるのかって言われるとなんですけどね、うん、まあもうこれはただ踏んだだけやんって、うん、まあ、このように取られたらしょうがないですね、はい、このなんかマネキンみたいなのどうにかならんかったのか。多分 FIFA 公式のやつなんでどうにもならないやつでしょ。しょうがないね、それはもう、もうでもこれはもう判断だからね。まあ、あのルール上、はい、オフサイドはオフサイドです。関与してたかしてないかっていう判断はどうするかってだけの話なんですけど、関与してたといえば関与してたし、そうですね、うん、もうまあ派手にジャンプしちゃってるからね、届かないの分かってて、だからジャンプしなきゃよかったのにね。そう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 、ただそこに立ってましたは、うん、ディフレクションなんでセーフだと思うんですけどね。そう、おー、ナイストラップ、素晴らしいな本当。そうですね、さあここ飛び出していけるか、あー惜しいね、惜しいね、今このトラップね、おっ、ナイス、さあ右サイド、いや今の絶対言っとかないと。なんで見てた今、田中さん。詰めないと。おお、今フェイントかけたね、でも。はい。あ、オフサイドですね。うん、まあまあいいよいいよ。あえてビビらしてやればいいんだよね。まあ、今のところ何でしょう、はい、時間の問題のように見えるけど、サッカーが面白いところはこれで点取れるとは限らないところが面白いのよね、これ。そうですね、はい、トラップ上手よね本当。13番マーサテンポ選手、あとちょっと思ってたあの3番の選手、そんな身体能力なさそうに見えるけどね。なんやろ、なんであの子をなんかちょっとスイーパーみたいに置いてんのかな。一応チームの中ではなんかあれなのかな、精神的支柱みたいな感じなのかな。
むしろこの今ね、この10、その3番の選手と隣の15番の選手の間なんか、ザルのように空いたスペース空いてるから。かなりね、今空いちゃってますからね。そうでしょう。そういう、そうなんですよね。サッカーってそれがまあ面白いところなんですけどもね。うぅ、すごいね、今の。今ちょっともう、ザンビア5バック気味になっちゃって。うん、まあそれはまあ想定内ね。日本の場合はだからそれの逆でね、3バックからしっかり前に出ていきましょうっていう、はい、そういうやり方なんでね。だからでもピンチの時はきっと5バックになるだろうしね、日本も。はいはい。惜しい。今のパスなんかもいいパスよね。一時期の女子とは、うん、違うよね。インサイドでしっかりバチッとミートさせて。ちょっと秒は合ってないけど勘弁してください。惜しいね。あ、ファール取られたか。ボール蹴っただけなんやけどな。ちょっとね、足に入るとっていうところで多分止めちゃったんだと思うんですよね。さあ、ザンビアフリーキック。この辺りでってないですからね、さっきまででね。この今日のこの時間で。高さを生かすか。あ、でこの3番の選手が蹴るんだね。日本左サイドから持ち上がった。あ、倒れた、ラッキー。あ、けどまたね、滑ってますもんね、これ、うん、あーいやーシュートのところでミートできなかった。惜しかったね、今のも。惜しかったですね、本当に。あー、奪えた。うまいうまいうまい。カウンターだけど、うん、ちゃんとコース塞いで、そうですね、うん、枚数も全然足りてたし、うん、ここも全くノーマークなんやけどな。大丈夫なのかな、ザンビアさん。そうですね、まあ、いけるとは、まあ、この感じでいくと3点取れそうな気がするんですけど、まあ肌感覚ですけどね、私の。これ惜しかったな。そうですね、しっかり当たらなかったが、うん、ここでも突破していこうっていう意識もあるんやね。はい、すごいな、この遠藤さん。ちょっとその後ファールになっちゃいましたけどね、男子であそこ突破していこうなんてなかなかないですからね、うん、いませんもんね。バイクが入っちゃった。クリアして平
あー残念。おお、触りに行ったね。上手。おう、すごい今のはデザインされた動きやね。いや、いい準備してると思いますね。はっきりやることはっきりしてるよね。日本みたいに選手任せじゃないから余計そう見えるんだろうけど、男子はねどうしてももう彼らの、はい、何やろう、センスというかね、あれ任してる部分があるから、うん、ね、うん、はい。さあ左セット。チョン、そうね。残念。なんやろ、言い方悪いですけど、今までのなでしこチームよりもこのメンバーの仲の良さみたいなものを感じますね、なんか。ほう。言い方悪いです。申し訳ないですけど。前が仲悪かったとは言わないですよ。仲悪かったとは言えないですけど、なんか上下関係とかもあっただろうしね。そういう感じじゃないかな、このチームは。本当に連動してる感がありますね。さあ、ピンチ。上げてこれるかな、ザンビア。あ、ファール取られましたね。あ、ファールです。うん。これが遠藤さんなのね。遠藤さん、ちょっと太郎さんに通ずるなんか髪型してるというか。大丈夫かな遠藤さん、怪我しなかったらいいんだけどな。大丈夫だと思います。本当にその髪の色ちょっと太郎ノートって言われそうな気がするけど。まあピンクなんでね、赤じゃないんで。いやー似たような色だと思うけどね、あれ。そうですね、うん、そういうふうに思います、私も。おお、いい球、素晴らしい球やったね今。そうですね、本当に間に入ってたら本当分かんなかったかもしれないですよね。あ、ちょっと直接に行っちゃったからっていう。戸田さんを彷彿させるっていう話。そうか。あ、でごめんなさい、読み上げちゃんが音が乗ってませんでしたね。今から乗りますのでお願いしてきます。はい、パソコン立ち上げるたびに読み上げちゃんの出る音の場所が変わるのよね。それがめんどくさいね今。覚えといてよ本当。なんででしょうね。バラ、あー素晴らしいな今の。おー待って、ちょっと無理があったか。あ、でも開って、引っ張って、なんとかなるんだそれ。おお、そういう意味ではちょっとザンビアの選手はちょっと日本をリスペクトしすぎかなっていう気もしますけどもね。あー惜しい。コーナーかな今。コーナーだね。いいトラップ。あー、いい飛び出し、ね、いいですね本当に、うん、ギリギリで。あ、確かに3番の選手そんな速くのはなさそうですね、足の方。そうでしょう、はい、今の見た限りでは、うん、デザインしてきました。お、入れ替わった、オフサイドかな。これここまでワンセットで今デザインでしたね。そうですね、うん、ちょっとオフサイドになってるのかどうかギャップ見たいけど、どうなんやろ、その角度じゃ見えない。だからこの3番の選手が残り気味になっちゃうので、その両サイド今みたいにやるとドフリーでボール持ってる可能性ありますよね。今のカメラじゃ分かんないけど、あ、その彼女かな、もう疲れちゃった。
そうですね、様です。うん、ムエンバ選手すごいんよ、日本の選手入れ替わり立ち替わり、私の仕事ばっかりなのよっつって怒ってるかもしれない。あれ足痛めちゃったかな、ちょっとつってるのかな、うん、大丈夫かな。さあちょっと今その頼りになる彼女がいないから、ちょっとザンビアちょっと大変よね今。誰がケアすんのって今ちゃんと話できてんのかな、余計な心配やけど。ちょっと怖いそうですよね。あーちょっと、あーいない、うん、そうこうなっちゃうよね、そりゃ頼りのあの子がいないと。最終ラインが抜けたのでさらに雑になるから行きたいね。そうですね、今がチャンスですよね、うん、で、あの守備ばっかで飽きてきたザンビア。飽きてきたかな。今も声かけるのがちょっと合わなかったかもしれないです、うん、ゴールキックでよかったのに。あ、そうなの、今ちょっとテレビね、解説も言ってましたけど、日本が相手チームからしたらめんどくさいのはこの後出てくる選手たちをね。長谷川打てなかった、もう一回散らすか。おお、ナイスキーパ ー、 ナイスキー。ただね、弾く方向が逆です。右利きなのは分かるんですよ、右利きなのは分かる。あ、当たっちゃったのか。そうね、右利きなのは分かるんですけど、あれは左手で外へ弾かないとダメですね。上も最初から弾こうとしてたのかな、まあ、それやったら分かりますけどもね。うん、なんかでも可愛い顔してるねこの子。ここでシュート落ちたかったよね、長谷川さん。そうですね、うん、ちょっとトラップ大きくなっちゃったかなっていうので。この男子のあのなでしこの監督さん、なんかあの楢崎正剛みたいな顔がなんかちょっと似てない、なんか。まあそうですね、はい、池田監督ね。前ね、あの監督さんちょっと私あんまり好きじゃなかったですけど。似ている、あら、ちょっと似てるよね。あー残念、もっと今の自分のエゴ出してもよかったけどな。おー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 、枚数出てくる。おお、さらに間、素晴らしいボール。いやーキーパー残念、残念ね、トラップだ、残念キーパー。ああオフだったのか、ね、そうか、惜しかったね。池田監督昔サカツクにいたような気もします。あ、そういたんでしょうね、それはいたと思いますよ。ごめんなさい、ちょっと私どこの選手でどんな選手だったのかちょっと全然分かってないけど。ああ、まあそういうとこですよね、オフか。枝
田監督昔ね93から96までレッツでした。アフリカ勢の身体能力でやられるパターン、はい、なかと。さあギャップ、またギャップできてる、飛び込む、いやーちょっと前だった、ね、残念。いやこの遠藤さんほんとなんか頼もしいなあ。もうアーリー上げれるけどな、下がっちゃっていっちゃったな。この長谷川さんこれ右も左もいけるのよね、これで。そうですね、ほんとに、うん、いや当たった。ザンビアボールのスローイン。あ、そう。まあそれはしゃあない。ワイって言ってましたけどね。長谷川さんはこの顔で気強そうやね、なんか上手。素晴らしいね。さあこれいけるか。あ、来たー、綺麗だ。これは文句なし、これは文句なしだったねだと思いますけどね。大丈夫でしょう。うん、よし、入った。いやめっちゃいい笑顔やんこの日向さん。さあリプレイ。え、あ、もう全然大丈夫ですね。大丈夫ですね、うん、はい。その噂の3番の人がやっぱりちょっとまあライン作ってるっては作ってるけどね。やっと来たね、よかった。ちょっとでも本当全くマークしてないものね。今触れなくはなかったけどってとこですもんね。お、奈良崎聖吾喜んでる。今度間違いなく1点。やり直しですね。出過ぎているから、うん、まああんなんどうでもええような気もするけど。まあルールはルールですからね。ちょっと出過ぎちゃったかなっていうところで、うん、私あの日本語で言うところの半スロ、初見です、はいはいはい、スローイングのもうファールとかもうどうでもええと思ってるからね。ああそうですね、今の素晴らしい、もう全体の崩しとして素晴らしかったですね今のはね。はい、1個前からねしっかりパスつながって、うん、まあ富士山ゆっくりしていってください。あのやっぱりありがたいのは相手のディフェンスがマークを本当ほったらかしにしてくれるのが本当嬉しいね。この辺はちょっと日本とは来たかな？いない。あっ！うお！ああ、いけた。まあ、その前もシュートだったと思うんですけど、この清水さんもよくね、はい、なんとか足で、うん、なんとかしたよね。きっとその前もシュート、ここの、こういうギャップのところもね、全然ザルなんですよね。あれは、今の打ち方見ると、シュートとも言えないか。パスなのかな？これさっきの得点シーンよね。はい、さっきの得点シーンです。日本の曲流れてますね。ミスチルじゃなくてなんだっけ？これ何の曲でした？前になんか NHK が前に最後のはパス使ってた曲ですよね、放送の時に。最後のね、ちょっと足の動きだけ見るとパスに見えるんですけど、どうだろう。
もう目の前に人が見えたからあの打ち方になったのかな。あそこでわざわざパス、しかも一番そうですね、うん、強い大外の人に、うん、ないと思うんだけど、ね、あの速度じゃ出さないですもんね、うん、やっぱりもしくはちょっと、まあ、女子なのであの力がねあの入りきらないのでああいう形になっちゃうのかもしれない、はい、チャンスありすぎて逆にびっくりみたいないやそれはない、あそこまでは、あそこまでは銀行の CM とかで流れてたサッカー応援曲っすね。そうでしょう、ね、サッカーの応援曲でしたよねあれ。あらら、珍しいパスミス。ここはもうちょっと慌てなくていいね、残り時間もあるし、しっかりと、ね、うん、キープしながらでいいね。まあとはいってもアディショナル6分は長いので、うん、いやまあもちろん1点取れるんだったら取ったらいいけど、無理してねリスクかける必要ない。かなりザンビア側のねディフェンス疲れてます、うん、あの失礼な言い方になるんですけど、指導者さん、このザンビアの指導者さん、監督さん、はい、コーチ陣、もちろんその今の世界のなんていうんですかね、サッカーの流れというかトレンドっていうのを掴んでると思うんですけど、はいはいはい、そことはちょっと離れた感じになっちゃってるじゃないですか、このザンビアさん。ザンビアは耐えて耐えて勝ってきたわけではない、まあ、分かってるんだけど、ね、選手たちにそういう指示するんだけどできないのがどうなんでしょうね。私途上国で指導したことがないのでちょっとよくわかんないんですけどまだできないっていう方を見た方がいいのかな。きっとやらないとダメなことっていうのは分かってると思うんですよ。さっきも言ってる通り、はいはい、この最終ラインでのマークとかそのラインの取り方とかその深みちょっと、はい、なんて言ったらいいんですか、深みって我々言うんですけど、相手選手マークしないといけない選手との距離感みたいなものをね、はい、しっかり測るんですけど、もう本当にめちゃくちゃなんですよね、言い方も失礼ないけどすると、うん、まあ、今回どうしてもワールドカップのね、枠が広がってるので、あ、はいはいはい、そういう絡みもあるかもしれないですよね。まだまだ途上国だけど出てるっていう、うん、日本サッカー協会なんかもあの JICA さんと協力して指導者を今、はい、途上国に送ってるんですよ、はあ、私のところにも行きませんかっていうメール来てましたけどあ、トラップがでかくなっちゃった。よく書いたね今。さすがにあんなところで時間かけたらねシュート出してくれない。ああキーパーも落ち着いてるね、すぐにキャッチしないで。いけるか、上手やねやっぱり。オフサイド戻りですね。でも今のこの3番の選手に抑えられて田中さんはボールに近づけませんでしたね、はい、今やっぱパワーはあるのかな、ね、やっぱりあの子は。さあ、またさあ残り1分、まあ、ちょっと休憩してもいいよね。もうそうですね、落ち着いてで、うん、この辺りのプレッシャーは全然もうさっきから引っかかってないですから、うん、そうですね。
ハイプレスに行く訓練も受けてないよね、彼女たちは。あ、もう時間ないときはこれでいいよね。ラッキーしたら、あ、ラッキーした。フリーキック。ファウルもらったの？何のファウル？ハンド。ハンド。あ、そう。もうせっかくなんで、せっかくなんでこれ直接もう蹴りに行っていいんじゃない？距離的にも全然問題ないと思います。うん、あのさっきのキーパーの手の使い方からすると、ニアの低いところにね、右手で行く癖があるみたいだから、左手で触らしに行ったらね、特に左手の下っ側苦手だと思うので、ニア、このニアの低いところへね、遠藤さん切ったらいいよ。ああ、そうそうそう、そこね。ああ。うん、それでいいと思う。取れた。頑張るね、この遠藤さん、ほんと。ただ髪型だけは変えた方がいいと思う。いや、可愛いんですよ。可愛いんですけど、怪我しそうだから僕は、老婆心だから申し上げてるだけでね。前半終了です。前半終了。さあ、ということで、前半終わって1対0。はい。もうちょっと、贅沢言えばもうちょっといけた感はありましたね。そうですね。まあ、何個か、いいシーンはあったので、そうですね、落ち着いていけば。遠藤はサッカーと相性良い名前説。遠藤は確かにね、遠藤っていうのは確かにいいかも。トラップしてからの1本は早い気がする。3人しか知らんけど。3人しか知らんけど。お、何言ってますの。遠藤のお兄さんの方も知ってるでしょうよ。あ、安藤さん、お久しぶりでございますやな。もうでもやっぱりこの選手でもやっぱり3大会出てるんでね。そうですね。だからやっぱり世代交代がうまくいかなかったんだよ、前回というか。あの、オリンピックとかね、あのあたり。そうですね。もう2大会分ぐらいあまりうまくいってなくてっていう。今回ですもんね。はい。この人たちが本当素晴らしすぎたんだよね、きっとね、この世代が。はい、そうです。11年のワールドカップ組が。そうですね。前半6分のシーンです。これね。これももう、シュートがどこ行くかだけだもんね。そうですね。これも素晴らしかったな。触れてない。いやー、まああれ運だもんな。これも得点でいいけどね、申し訳ないけど。これ今ね、マイクで言ってましたけど、正式な FIFA の大会としては今回からですよね。このマイクで、あの、何があったのか伝えないとダメになったんですよね。はい。だから次の男子の大会でももちろんこういう風になると思うんですけど。これ素晴らしかったね。ね、完璧。ちゃんと15番マークしてないですからね、本当に。全く見てないでしょ。このもう間に入られちゃって、その後もう全くですよ。3人いるんだけどね、周り。説明今回からなんですね。ああいうとこですよね。分かってても画面上の服装が違和感がある。画面上の服装、画面上の服装って何やろ。
まあまあ、CG なのかな、 CG のやつなのかな、 CG のやつ、ああそうなの。後半立ち上がりしっかり、まあきっと後半も日本があのポゼッション取って時間が過ぎていくと思いますよ絶対。そうですね、うん、この戦い方になっちゃうと。そう、だからその相手のこの11番の選手ですよね、この南半球なので観客が増えてく、はい、バーバラバンダ、うん、この選手にだから気をつけるぐらいかな今のところ見たところ。なんかちょっとすごい失礼な話ですけど、さっきもねちょっとコメント欄に出てましたけど、男性なんじゃないかっていう疑惑があるってことです。そんな失礼なことある？本当でもなんか実際でも男性ホルモンの値が高いらしいです、まあ、このネットニュースなんでちょっと本当かどうか知らないですけど、はいはいはい、確かに、うん、いい体つきはしてますよねなんかね。うん、まあ、でも この今後はなんかちょっといろいろややこしいあの話ですよね、こういうのは。あのそのややこしいと思います。LGBTQ っていうんですか、うん、なんですかね、はい、どこまで認めるのかっていうのは本当にちょっとややこしい話ですよね。受信中。そうですね。うん、なんか本当に何て言うんですかね、あの私の気持ち的には認めてあげたい気持ちはあるんですけど、でも、はい、実際身体的に完全に男子だったらどうにもならんもんね。だってならないです、まあ、極端な話ですよ、今世界最高の選手というエムバペとかねが、はい、実は俺女なんだよって言い出した時に、この女子ワールドカップに出していいのかって話ですよね、極端な話になってくると。そうそうそう、そういうことです。そういうことです。ねえ、だから本当にそういう障害という言い方もちょっとあれなんですけど、気持ちが女性だったら、はい、そこへ出してあげたいっていう気持ちは私にはあるんですけど、なかなか認めがたいよね。まあ本当に身体的能力が違くなってしまうので。ねえ、でもこれは難しいよね本当。難しいと思いますよ本当に。そんなこと言われても口ですよね。うん、ということでちょっとごめんなさい、今のうちに、右左入れ替えます。はい、はい、ちなみにフューチャーさんはさっき言ってましたけど、はい、この、ザンビア行ったことあるんでしょ。はい、はい、ザンビアないです。ザンビアないですよ。なぜアフリカに行ったことないですもん。アフリカはやっぱり行こうと思うと、なんか注射とかいろいろ障害がいろいろありますよね。まああるところはね、あのちゃんと3種とかそういうのを受けてってっていうふうになりますからね、うん、まあそうじゃなくても行けなくはないんでしょうけど、今やっぱり政情不安がどうしても、ああそうかそうか、そっちの方が開口、うん、はい、ありますからね。サッカーに限らず、すべてミキさんがそのうち LGBTQ クラスができてもよいのかな。それはなかなか難しいような気もしますけどね。うん、まあ、結局はその男子の身体能力持ってる人を何人どういう選び方できるかって話になってくると思うんでね。はい、かといって今の世界的な流れからするといずれ何か起こるよねこれは。まあ起きるでしょう、ね、こればかりは。だからまあ男子の方はだからいいんですよ。そうですね、うん、外国人枠的な、まあ、あの極端な話、あの、ね、体は女子なんだけど気持ちは男子ですっていう人が男子登録で出てくる分には全然問題ないからね。うん、逆の方は身体的力のね、うん、筋肉量とかそういったものに関わってくるものなので、うん、女子の方はねなかなか。でも確かにこのバンダ選手パッと見は本当に はい、すごいいい体してるよね。確かにそうですね。
ということで、さっきちょっとやりかけてましたけど、これかな。あ、閉じちゃった。あれ、どこ行った？あれ、どこ行った？これか。これだ。ザンビア。気候。雨季と乾季にはっきり分かれると、はい、雨季は11月から3月、4月まで続く。あ、そうなんだ。アフリカっていうとなんかすごいもうなんか日照りっていう勝手なイメージあるけど、ここは雨はちゃんとしっかり降るんやね。まあ、あの半分はそんな感じでしょうね。日照りっていうのはなかなか難しいと思います。なんかさ、もう本当に申し訳ない、もう本当行ったことないからさ、アフリカ。いや、そんなもんですよ。エジプトでさえ行ったことないもんね、俺。エジプトあるの、フューチャーさん。ないです、ないです。アフリカ大陸はない。ああ、はい、そうなんだ。エジプトでも行ってみたいよね。ちょっとけどね、エジプトはやっぱり、危ない、ね。一人で行ったりはちょっとかなっていう、うん、あの、なんかすごいボラれるらしいです。あ、そうなんだ。はい。ツアーで行く分にはやっぱりしっかりしてるみたいですけどね。あ、そうなんだ。あの、テロとかね、あってさ、はい、ありました。それ以前は割とみんなってことないけど行く人結構多かったよね、あのピラミッド見に。ね、はい、やっぱりね、あ、エジプトといえばピラミッドになりますからね。そうよね。お、今その最終戦のスペインの、あ、そうか、コスタリカから、コスタリカが次の相手ですよね。はい。いや、さすがにオンゴールになっちゃったか。はい、ここですね、さっきと一緒、さっきのね、あのギャップのところですよね。はい、スペイン強かった。あ、強いんだ、やっぱり。今のも上手よね、シュートも素晴らしいし、はい、ちょっとクライフっぽいことしましたね、今ね。おお、おお。中東の春以降の政情不安続いてるからね。え、だから行きにくいけど、でもフューチャーさんも一回見てみたくない？エジプト、エジプトじゃないな、ピラミッド。まあ、いつかはっていうところでしょうかね。うん、本当落ち着いてくれたらいいけどね。そうですね。ザンビア、だから近隣諸国としてはジンバブエ、アンゴラ、コンゴ、タンザニアとか、そんな感じになるのかな。名前はそれぞれね、聞いたことはあるけど、はい、本当縁遠いようなこの辺りの国って。しかもね、ま、海沿いじゃないのでね、やっぱり。ああ、そうか。名前をあまり聞かないと思います。どんな国だよね、本当に。もう写真としてはもうこのカバーになっちゃってるけどさ、もう。あの、同じページ多分私も見てますけど、下の方行くと見どころとかいうのが出てきますね。あ、見どころ。アクセスとしては、はい、国立公園系。エチオピア航空。まあそうですね。アフリカルートはそうか。だから日本の方だったら中東ルート、これか。フライエミレーツ。はい。ヨーロッパルートは、あ、そうか、ドイツからか。あ、ロンドン、アムステルダム、ケニア航空か。ケニア航空って言われてもなかなか乗りづらいな、俺。はい、乗りづらいと思います。やっぱりエミレーツの方がいいね。そうですね。まあ、エチオピア航空も一応、成田からインチョン経由したディスアベバ行ってっていうところで、アディスアベバから行けるので、はい、しっかりしてんの、エチオピア航空は。はい、エチオピア航空私1回乗りましたよ。あ、しっかりしてる。すごかったです。すごかったって何が？クアラルンプールから、じゃあバンコク、クアラルンプールのエチオピア航空乗ったんですけど、うん、勝手に人の席座ってました。ここ俺の席だけど、まあ、そうそうそう、ね、まああるあるやな、はい、あるあるやけどな、海外では。あ、はい、そうか、お前のかっつって。はい、そうだ。わりわりっつってね。だ、海外でさ、なんかもう、あの、なんか、
まあ、スポーツ観戦もそうだし、劇とか見に行っても結構勝手に座ってるもんね。はい、気にしてませんから ね。あ、来たか、お前みたいな感じだもんね。はい。俺の友達がここに座ってんだよ、つって。席変わってくんねえか、つってね。よう言われることもありますからね。そうですね。平気でありますからね。その席見たらとんでもない後ろの方やったりとかね。はい、平気やもんな。あ、ザンビアはビザが必要か。うん、ああ、まあそうなんやな。まあ、なんかでも写真見る限りはかなりやっぱり魅力的よね、この、ルワンダ。え、ルワングアか、ルワンダって言ったらあれちゃう、全然ちゃうか、ルワングア国立公園、こういうのやっぱりすごい魅力的よね、はい、日本人からしても。徒歩にてサファリっていうね、ウォーキングサファリっていうことなので、まあかなり動物の近くまで行けるんじゃないかなというところね。なんかお問い合わせ先出てきたけど。まあいいや。はい、ということでございました。はい、後半まずもうとりあえず1点2点ポンポンと取りたいよね。相手はもう結構しんどがってると思うので、まあしんどいでしょうね、本当にね、うん、はい、これがザンビアの国旗ね。今ボードを使ってなんかやってますね。はい、だからもう交代は絶対するんだね。まあグループリーグの1戦目だしね。そうですね、うん、あんまり消耗させる必要もないもんね。あと経験、特に、うん、ここでこのザンビア戦でね、うん、消耗する人は特にないですからね。この間のように、あの奈良本さんとかも出てくるのかな、ひょっとしたら。とりあえず交代はないのかなというところで、うん、今のところ。あ、ちょっとずれちゃったな。どうしてもこのストップウォッチずれちゃうのよね。まあしょうがないですよ、この仕組みがわからんな。相手もまだ1点差なので、そんなめちゃくちゃにプレッシャーかけてくるっていう、そういうことではなさそうですね。そうですね、今のところはまだこの辺りで簡単に持ててるので、うん、まあ先に失点するっていうのは相手のプランの中にもあっただろうしね。はい、来られない。おお、体でちょっと止めに行きましたね。うん、この辺りの守備が本当流動的やけど、ちょっとバランスが欠いてるように見えるのは確かよね。またこれギャップ、うわっ枠に行かなかった。ドフリーだったからもっと声かけてトラップさせてもよかったけどね。今あれについてこないんだよね、全く。オフサイドだと思ったのかな。
いやー、それだったらあの手を挙げるとかね、なんかしながらついてくると思うので、はい、ただ見てないだけじゃないかなと思うんだけどね。おうおうおお、流してくれる。アドバンテージを見たファールはないっていう言い方はちょっとおかしいと思うんですけどね。アドバンテージを見たってことはファールはあったんですけど、その後、ね、日本の選手がキープを続けたので、そのファールは取らなかったっていうことなので。さあ最終ラインでゆったりとボールを回して、でこのサイドへ余裕で送れるのよね毎回。あ、そしてまた真ん中、あー、おお、返してくれた。ナイスナイス。今あのテレビ見てる人も相手選手もあのパスを今見たよね。はい、今は宮澤さんが入ってきたのかな、後ろから。そうですね、そこへのパスを体制的にもみんな予期したよね。そこをズドーンと。けど今のシーンもどっちにしろやっぱりついてないんですよね。ついて全くマークしてないんでね。で、あ、ここやべえなっていうところへ詰めに行こうともしないんだよね。あ、オフサイドだ。あ、また出てるか。オフサイドだ。うん、出てるね。ナイス。うん、今のはオフサイドだね。完全に出てましたね、今。はい。うん、もうチャンス過ぎていかなく。あら。そうね。出てますね。はい。うん、出てるね。うん。また。いや、そんな合図しなくていいよ。オフサイドだよ。ああいうのをね、俺審判してたらね、腹立つからね。あ、ごめん。ひょっとしたらね、配信止まっちゃうかも。あ、いけるか。これね、これ今オフサイドのシーンですけどね。いけ、イエローですね。ただその前にオフサイドがあったかないかっていうのは多分チェック入ると思うんですよね。うん、今うん、これはもう完全に、うん、得てるような気がするんですよね、うん、これオフサイドだね。はい、うん、だからまあとりあえずカードだけはもらえたっていうことで、全身は全身でいいんじゃないですか。応援曲、一応チェックペナルティの VAR が入ってますと、うんうん、見に来いという指示ですね。ほんでえ、見に行く？行かなくても大丈夫？オフサイド？オフサイドなのね。オフサイドなのね。うん、分かった。オフサイドじゃあ言うわよ。つっていい感じやで、今のは。はい。うん。オフサイドであれば別に見る必要はないので。そうか。一番手前の選手との兼ね合いですね。あ、オフサイドですね。最後の判断としてはオフサイドですよって言ってましたね。うん、まあいいんじゃないですか。なんかね、やっぱりこれ早く決断してもらわないと今ので怪我になっちゃうんでね。うん。下手したら。出てたか。まあでも今のはしゃあないでしょう。はい、うん。今のは止めようないね。明らかにオフサイドのやつはね、早くも判断してくれた方がいいかもしれないですけど、はい、でもこの間の男子のワールドカップの時なんかはもう流しまくったじゃない。確かに。
ね、すぐには絶対判断しないってむしろそういう風に見えましたよね。はい。お、またマネキン出てきた。こうやって見たらだいぶ出てんな。なのでこっちのイエローは残ったまんまでいいんですね。はい、プレイの中での話ですから。はい。まあさっきもオフサイドからの得点だったし。さあ今の得点取り消しでザンビアの方が生き返れるかどうかですよね。このまんま行くともう無理よねっていうのははっきりしたと思うんだけどね、ザンビアからしたら。今の2本で、まあ、はっきり分かっちゃいました、うんうん、何か変えないとっていうのが普通ですよね。これででもね、さっきもちょっと前半の時も言いましたけど、はい、これ根本的にあの対応するのはもう無理ですね。今からはちょっと無理でしょうね。そう、ベースの選手のスキルの問題なので、今のなんかもそうなんだけど、もうギャップができすぎてるんですよね。ちょっと後でまたスクショ撮りますけど、最終ラインのの形成がそのままできてないし、マークもつけれてないので、どう、はい、今のは絶対得点だよ。今のは間違いない。だって一人残ってたもん。大丈夫、うん、はい、今の OK。 そうですね、今のは OK ですね。ここですよね、このここ一番、ね、うん、はい、この一番奥の選手が一人残っちゃってるでしょ。もうこれはベースのスキルの問題ですからね。いや、それにしても遠藤さん大活躍やね今日。この長谷川さんのパスも素晴らしかったけど、はい、あえて言うとシュートがちょっと怪しかったかな。ちょっと怖かったかな。うん、もうちょっとパチッと当ててもよかったかな。いい笑顔やけど、ちょっとさっきの出しましょうか。いや、認められるよそりゃ、何を言うとるんだ本当。これですね、このギャップ。オフトにオフサイドラインの練習してもらわなきゃ。いや、あのね、そうですね、今は小学生でもこのラインコントロールはできるので。はい、そうなんですね。そうなんですよね。この最終ラインだけで見ても、この段差の出来具合と、あとそのマークの受け渡し、まあ、その受け渡しとも言わないな、マークのしなさ、これを見ると普通勝てないよね。なんかどうにかやったら勝てるっていうレベルの差じゃないですねこれは。で、今のもそうですけどもね。あと、めんどくさいのは、この日本の組み立てが素晴らしいんですよ。連動もしているし、本当に息が合ってる、やることがちゃんと見えてるよね、はい、自分たちで。だからそのギャップで、ちょっとザンビアさんにはこれはちょっと目がないですね、はっきり言って、うん、これはちょっと厳しいと思いますよ、どうしても、うん、マークの全部隙間で。ボール入れられてきちゃってるので、うん、かといってじゃあ誰か一人下がるかっつったら別のところからまた出てくるんですよね。出てきちゃう、うん、こういうやつですよね、このギャップのところ。こんな感じですよね、うん、はい、これあ多いっていう。それやってたら勝てんぞスペインに。そうなんですよ、まあ、そもそもスペインはあのギャップは作らないと思うけどね。これさっき、はい、あの前半に言ったこの、なんだ3番のこの両サイドですよね、はい、そうです、そうです、うん、外した。そうですね、
でもあの3番のこの両サイドはもう本当狙い目ですね、うん、でああいう守備するときはこの3番のセンターバックの子が強烈に身体能力が高くて体が強いチームはあれを昔やってくることがあったんですけど、そうでもないんだよねこのザンビアさんは。そうそうそう、そうでもない、ね、そうでもないんですよね。だからもうそのギャップだけが残っちゃう感じですよね。さあ今ちょっと珍しくザンビアがボール回す展開。ああそれカット、おかしくってんなあれなんやろ、カールみたいな感じなのかな、あれなんでしょうね。もうちょっと下まで見れば、ちょっとね最終ラインで回すしかなくなってきてるかなっていう。うん、最終ラインから前へボール出したところで奪われちゃってるからね全部。体の入れ方もやっぱり、おーファール取ったね。いやーちょっとザンビアさんしんどいな。後半になってかなり厳しくなってきましたよね。得点取れるだけ取っときましょう。そうですね、その方がいいですね。3点、スペインも3点取ったので日本は4点取りたいかな、はい、4点でも5点でもっていうところで、うん、これね、でもね、おお、あの前監督言ってますね、何だったっけ、はい、のりおさん、佐々木さん、はい、もうなんかあれやろかな、こういう場に行ったら、おお佐々木来たぞみたいな感じになるんかな。言っても優勝監督だもんね。そうですよね、なるとは思いますけど、引き分け狙いで11番の腰のカウンターサッカーじゃないと無理ゲーでしたね。そうですね、こういう試合見るとね、本当に私、もし私がザンビアの監督だったらっていう見方に私よくなるんですよ。自分だったらどういう、どういう手を打つかなって思うんですけど、私だったらですよ、私だったら11番残しにしなくて、はい、11と19の待つ位置を変えて、そこへとりあえず放り込んでみて、どっか穴がないかなって探しに行くかな。さっきの話になるんですけど、ザンビアさんの方は、今のサッカーのトレンド見てないのかなっていう失礼な言い方をしたと思うんですけど、まあ、当然見てると思うんですよ、その監督さん、コーチは。おお、今の残ってた？残ってた、今。お疲れ様です。いやギリギリなのかどっちかなのかってとこですね。いや、まあでも、三笘の1ミリのことはありますから、線の上に残ってたらね。はいはい、もちろんそうです。まあ VAR のところでしょうね。うん、あなた見えてたっていうやつよね。決まった。さあどうだろう。あ、余裕だね。見えない、余裕だね、はい。これは余裕だね。ね、はい、うん、これ余裕だ、はい。うん、これは余裕です。全然余裕で残ってるね。白線上にありました。うん。さあ、いつの間にか始まってます。で、ごめんなさい、話途中になったんですけど、はい、当然世界のサッカーの流れを見てるっていうのは、はい、このザンビアの選手が極端に蹴っていかないでこうやってボール回ししようとしてるじゃないですか。はいはい。もうここへその決定的なところ、まあ先ほどで言うとここまでボール持ってくる前にもう奪われちゃってることが多いんですけど。はい。
最終ラインから一つ前へボールを渡して、でさらにそこからもう一つ前へボールを渡してっていうことをやろうとしてるんですよね。だから、はい、本当に、まあ、最終的にはスペインとかですよ、わかんないですけど、ドイツとかっていうようなサッカーをやろうっていうのが見える。だから目標としてはそうですね。そう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 、だからそこへ向かって頑張りましょうっていうのが見えるので、きっとね、そのヨーロッパのサッカーを見てるんだと思うんですけど、はい、それがこの今の対日本に対してで言うと、もうちょっと逆にしんどくなっちゃってる。今のやつもそうなんですけど、狙われちゃってるんですよね、あそこ。特にそのそ、ね、はい、今の一番後ろから、そう、まあ、もちろんスピードのこと、その受け手の位置とかいろんな問題があるんですけど、だから逆に言うと、私さっき言ったように11番と19番の位置を変えながらも、そこへ蹴るサッカーに変えますね。でもその準備も多分してないんだと思うんですよね、うんうん、こういう相手が来たらこういうサッカーもとか、おそらく何にも形変えてないので、変えたところといえば、うん、そう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 、変えたところといえば、ちょっと今プレッシャー的にちょっと行くようになったかなっていうところぐらいですもんね。今のなんかもワンタッチで落とされたときに誰も反応できてないですからね。ね、今のとこなんかも蹴らないでしょ、はい、そうですね、しっかり、うん、繋ごうっていう意識があるので、だから今みたいにこの単純に11番とか19番のところへっていうところをもっと使おうとするかな、私だったら入れてみようと、とりあえず11と19、うん、でここでちょっと今ここで前向きにボール持ってちょっと余裕があったら、もう11番19番見ようぜっていう、はいはい、そういうサッカーも用意しておきますね。この今のつなごうとしたところ強さとか精度で今みたいにこう奪われちゃうでしょ、うん、だからやろうとしてることはもちろんこれはもうずっとやり続けないとダメだから、でもこれって何年もかかるプロセスの中の一つのことなので、はい、確かにそれはある。さあ選手交代、植木さんですね、南に変わって植木さんですね。11アウトの9がいいです。さあこの入った植木さんがまたいい動きすると思うので、ストライカーですからね、一応2つ前のデンマーク戦の時にセンターフォワードで出て、先発は出てましたね。長谷川さんも本当に視野が広いね、今のなんかも見てても。バーニーさんの指摘を考えると、日本は男女ともに20年くらいでの成長の仕方が異常に良いんでしょうね。わった。ああ、まあそうですね。本当に世界よりもちょっと落ちるところまでっていうのは、このまんまあと5年10年でそこまで生きるかも、トップのところに並ぶっていうのはなかなかね約束できるところじゃないですけど、うん、はい、いや1センチ単位で残ってるよ1ミリ言わんでもええって、5センチぐらいは残ってたやろ今、かなりのラインかかってますよ。ごめんなさい、得点誰になってます？宮沢で、その後宮沢で、ちょっとですね、はい、田中みな実で宮沢です。あ、そうですね、ありがとう、はい、
ザンビアも選手交代ありそうですね。なんか随分背も高い選手。7番と2番。いや7番。ちょっともうニアでいいです、しっかり当てて。もう狙ったヘディングで、うん、7番と21番が入ってそうですね。そうですね、7番の選手は7番はフォワード登録のオチェンバ・ルバンジ選手。ルバンジさん、うん、ルバンジさん、はい、で21番は21番がミッドビルダー登録のチャンダー、 H チャンダーさんかな、うん、ちょっとどういう風に何を変えるのかちょっと見ものですね。そうですね、うん、今めっちゃオーバーラップして大外走ってきましたけどね、日本。今清水さんかな、今のあれ清水さんがあえて走っていた時に相手選手がついてきてくれてね、あの違うところに、はい、あのスポットができるっていうのが普通なんだけど、ザンビアの選手全くついてこないってなると、うん、あんだけ声出して手上げながら走っていってんのにね。さあ逆サイドへ、ちょっと今みたいに背中向けてボール持つのはちょっといただけんな、いくら勝ってる試合とはいえ。ちゃんとしようぜ、いろんなこと。今みたいなとこですよね、残念だけど。はい、やってることはいいと思うんですよ、はい、今のいいバスでしたけどね、素晴らしい。今のも、今のはいいカットしたね、相手選手を褒めるべきですよね。はい、そうですよね。この狭いところで、うん、間に通っちゃうん。スペインはさすがにあれは通し、おー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 うーいない、肝心なところで雑なんですよね。遠藤もったいない、来たね遠藤さん。よし、4点目。うん、もうここも完全に全部ボール見ちゃってる、うん、ね、最後に寄っちゃってる、ね、一応でもこの何番だろう、17番の選手一生懸命走って戻ってきてたけどね。そうですね、最後の最後でスピード落としたけど、はい、あそこまで頑張って走ってきたけど最後の最後で足出す前にはもう諦めちゃうんやね。はい、いや本当にその髪型マジやばいですよ。怪我だけは気をつけてくださいね、本当に。早く終わらないかな、ザンビアさん。いやこれだからザンビアさんは次スペインと試合でしょ。はい、そうですね。スペインの方はだからどうでしょうね。まあ、スペインもたくさん試合とってもグループリーグ突破決めようと思ってるよね。まあそれはそうなりますよね、うん、だから日本の方ももう普通にコスタリカに勝ってくれたらもうそれで決まるじゃんって思うもんね。うん、確かに2チーム決まってあとは最後の試合どうしましょうっていうところですからね、うん、そうやね。今みたいなところでも最後の最後まで手を使わないっていうのがやっぱりなんか日本人らしい、なでしこらしいって感じかな。
あの絶対海外の人だったら手でボール持ちますからね、倒れながら。はい、選手交代が、19から7、14から21です。19から7ね。で、14から21です。14から21。だから、これを変えた意味、だから21の人がボール、おお正面か、何にもしてないのに正面へボール来たって感じだったね、今。そうですね。マジかーって感じだね。注目はだから今度はあれですね、この21の選手、この7の選手がいたので、こっからこのボールが果たしていくようになるのか。あ、また通っちゃった。植木さん、植木さん、もうほんと。もうここ数分ことごとく飛び出しが成功しちゃってるんですよね。ちょっと どのタイミングで飛び出したらオフサイドに ならないのかっていうのはちょっと見えたのかもしれないですね、日本の選手からすると。でついてこないしね。今入った21の選手は右サイドの前線に張ってましたね。あ、そうですね、右の前にですね。真ん中にだから21、12で、向こうは17が3枚並んでる感じかな。今けど7が一番トップにいましたね。うん、で17でしょ。はっ、そうですね、そんな感じになります、うん。いや、誰もいないよそこ。長谷川さん、パス選んだ。通らず。一番奥から3番の選手戻ってくるのに結構辛そうな走り方でしたね。今の無理やりやったけど、一応まあボールは送ったな、送ったね。流れはねありましたからね。スポンサー、デジタル系のスポンサー、シスコさんなのこれ。今シスコって出たけど、バーニーさんは今日配信祭りですか。そうですね、配信祭りになりそうですね。んー、ちょっとよくわからんな、こんな感じなのかな、ちょっとよくわかりません。15がアウトで8がいいんですね。13アウトで17がいいんです。待って15アウトで、手の3アウトで、8、直本が入ります。直本だからトップ下かな。で、遠藤さんがアウトで、清家さんが入ります。清家さん、この辺りどうなるね、こうかな。ちょっと見ながらにしましょう。それよりもザンビアの方もちょっとよくわからん感じになってるからね。今ザンビアの方はね、守る時間が長すぎてと。確かに今、うん。どこへ蹴ってんねん、ほんでもう。よく頑張ったよね、今13選手。頑張りました、本当にすごい、うん、カバーリングで。
あれは痛い。守備頑張った。ギリンとこでよく頑張ったよ、本当に。スカバーですよ。頭押さえてる。3番ムエンバさん。守備の要の。はい。頑張れ、もうちょっとだぞ。足か、また。そうですね、さっきも右足でしたからね。遠藤さん、本当もう怪我なく終えてよかった、本当。さあコーナーキックなんか2011年のあのワールドカップの決勝のねサワーみたいなことしようとしたね今ね。三番の一通走、はい、ちょっとニアに入りすぎちゃって、うん、さあ日本のポジション 59%、そりゃそうなるよね。そうなりますよね。まあ相手が相手なんで。直本さんが左の2列目っていう感じですかね、うん、今見てた感じだと。で清家さんが遠藤選手と同じようなところで、そうですね、だからワントップでしょうきっと ね、はい、そのままの感じで。うん、そうですね、7と8がこれが入れ替わるぐらいか、こんな感じかな。はい、今のところはだいたいこういう感じに見えますね。ずっと高いですけどね、一応。まあちょっとあんまり縮めても仕方がないので。このギャップへ、うん、ギャップやっぱりもらいに来るんですよね。食いて一つ飛ばしてが、これが無理なのよね。うん、多少だからザンビアの方はフォーメーションも別に変えたのは変えたけど、あんまりやり方としてはしっかりと変わってないですね、うん、ボールパスしてつないでっていうサッカーは変わりないですね。23番のピリー選手が準備してますね、うん、ザンビア。残念、オフサイドだそうです、うん、はい、頑張れ植木さん。やっぱり無縁罰練習ちょっと無理なので。無理なんだね。23番ですね。まあでもちょっとムエンバさんからしたらやっぱりちょっと心漏れちゃってるよねきっと。そうですね、うん、そしてなぜか私のメンバー表には23番の選手がいません。23番登録になってない。23番なんていう選手。23番はですね、バストピリ選手です。ピリ選手、はい、ピリ選手です。なるほど、困ったね。日産が嫌いですか。日産が嫌い、何の話ですか。
いいかなんかなのかな。23人いないからってよくわかんないです。ああなるほど、日産の話か。なるほど、23円、そういうこと。ああそういうことですね。はい、23がない、日産23がない、あら。はい、23今作りました。23番だけに。今ちょっとね、今選手作るところを今見せましたけど、全員作るの大変なんですよ。まあ言うても、いやそれが時間かかる。さあドフリー、うえい、惜しい。今のシュート上手だったけどね。そうですね、なんとか、うん、私ね、ああいうヘディングシュート苦手なんですよ。全くダメ本当。私の今までの人生の中でヘディングでシュート点取ったことほとんどないですね。数点やと思いますよ。難しいですもんね、うん、大変ですよね。地道な作業で意外とめんどくさい。めんどくせえんすよマジで本当。でもうこの1試合で終わりですからね多分。はい、まあ、日本の方はどうか分かんないけど、うん、ザンビアの方はもう終わりですもんね。日本の方はもうあと2試合あるからあれいいんですよ。だから前回 の、 あの男子ワールドカップの時なんかもね、あのスペインとかドイツのメンバー表をこうやって入力しながら、はい、お素晴らしい、惜しかった、シュート打てなかった、いいクロスだったんですけどね。えスペインも黄色でいいんじゃないですか。あのドイツスペインの選手のメンバー作りながらね、あ、まあ、どうせドイツスペインまた使うことあるからねと思ってさ、使うことなかったもん。セーブしてさやってたけど使うことなかったじゃんみたいなね。さあ11番追いかけ出しましたけどね。はい、けどここじゃちょっと遅い。それにやっぱり一人では難しいですよ。ちょっと日本のパスが疲れた。そうギャップ、うわー、いやートラップがね、オフサイドだそうです。まあ右足でシュート打ちたいっていう気持ちは分かるんですけどもね。はい、相手に近い方にドラッボールを置いちゃうとね、やっぱり、はい、あーまたミス。おう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 、シュートかい。しっかりしようぜ南さん。今のなんかもね、しっかりとキーパーの、ま、はい、進行方向前の方へボールをしっかりとパスっていうのが、ね、そういうのができるのがいいとこですからね。日本のザンビアさんと比べてですけど、そうですね、ちゃんとしないとね。おうおうおう、味方に当てた。こっちもこっちで逆？ああ無理か、日本じゃないか。さあ21番、
レイピさんがちょっと日本のパスが疲れたっていう。あのですね、疲れたっていうよりもちょっと急ぎすぎですね。あの特に、まあ、気持ちは分かるんですけど、交代で入った選手たちはなんとか1点取りたいとかね、いいパス出したいっていう気持ちがちょっと流行りすぎですね。だからチーム全体としてまだ準備ができてないのに前へっていう感じになっちゃって、そこが多分問題だと思いますね。だから結構間延びしてる状態、もうちょっとコンパクトにしてもいいですよね。だからそのコンパクトになる状態までもうちょっとゆったりしていいと思うんだけど、今のなんかももうあんなとこからドリブルしていこうとするでしょう。なんかはい、まあプレッシャーがなかったからそのまま行っちゃったみたいな。そのね、前がだからもうちょっと距離離れちゃってるからですよ。だからあそこへ、はい、出ていく感じになっちゃうんですよね。もうちょっと選手間の距離が近ければ、そう、細かく、そう、今のする必要がないっていうことですね。こうやって一個一個、この選手と選手の間のこの距離感ですよね。さっき前半よりも広がってる。今のなんかもかなり無理があるでしょう。まあ、監督の指示かもしれないですけどもね。なるほど。前半、その、石川さん、清水さんがああいうパスをしなかったので。はい、ザンビアのチャンスでしたが、なんとかブロックで。だから監督の指示かもしれないですけど、ちょっとザンビアが今後半もちろんですけど点取りたいということで前がかりに若干なってる部分あるじゃないですか、プレッシャーも。はいはいはい、それがあるからショートカウンターとかカウンターで行こうっていう指示なのかもしれないですね。あの日本が、男子の日本の方が、はい、あのまんまとやりきったかのように。お二人配信ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。本当にここ数分ザンビア前より前がかりになってます、うん、さあトラップできるか。難しいか。倒れなかったら今そのままもっぺんシュート打てそうやったり今、はい、7分言うとかなあかんかなと思ってフ7分長いね。まあ最近このワールドカップ系は長くなる傾向にありますよね。全部時間計って取るからね。止まってますからね。特にね、やっぱり VAR 今回なんもう入ってますからね。そうですね、はい、一応全部細かくつないで。そうですね。ここまで、あ、一応バックアップがいて。それにしてもやっぱりザンビアの選手やっぱりよく足滑らしてるよね。そうですね、今もそう。普段やってる環境と違うのかな。もっとひょっとしたら長い芝とも言えないような、はい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 、草地というかで試合っていうか練習したりとかしてんのかな、ひょっとして。あ、けどスパイクの裏見ると結構芝絡んでますよね。絡んでますもんね。さあ22番、千葉さんはフォワード登録かな。はい、フォワードです。宮澤選手が、ああ宮さんもよく頑張ったね。はい、で千葉選手いいです。そうですね。どうするんだろう、2トップにするのかな、1トップのままなのかな。
ものすごい今笑顔やったね、奈良崎。そうですね。ワントップは変わりなさそうですね。フォーメーションそのものは変わらずって感じかな。間通るんやね。おお、また通っちゃう。さあ中3枚。おい、自分で行った。今の左足で切りね、中へ放り込めたら誰でも決めれた感じがあったけどね、今誰かっていう感じでね、放り込んね。まあ当然あそこはね、ドフリーで飛び出してるんだからシュート打つのは正解だと思うんだけど、はい、なんかでも自分で蹴って決めるようなタイプに今シュート見たら見えなかったからね、パスでもいいかなとは思ったけど。そうですね、うん、指導としては当然シュート打つのが正解だよ、よく打ったねっていうことになると思うんだけど、はい、楽しそうやな、みんなフェイスペイントして。そうですね、なんかすごいヒゲのおっちゃんおったけど。さあ突破コーナーですね。コーナーですね。まあ、今の見る限り千葉さんも身体能力高そうですね。はい、しっかり打ってきてますし ね。アディショナルタイムは5分経過、あと2分、あと1点取りたい。日本の方もそんなに入ってきてないですね。中には3人。まあ当然失点だけはねありえないから。はい、小梅太夫みたいなサボった小梅太夫ね、確かに。おおおおお、惜しかった。千葉さんやね、千葉さん。千葉さんやっぱり身体能力高そうやね。ね、良かったそうね、うん。千葉選手はね、出場試合数まだ4つらしいです。代表で。はい。5試合目。さあ残り1分切りましたね。間どんどんつながっていくな。さあいける。ああ、今のは PK だね、はい、うん、もう2枚目だ。2枚目です。うん、ここでレッドカード。いやー、そうか、しょうがないな。でも今のはスペインさん、ちょっとこれまた美味しくなったかもしんないね。そうですね、正ゴールキーパーがいなくなっちゃうっていうのはね。まあでも今の感じから見るとまた身体能力の高そうなキーパーまだ出てきそうやけどね。どうなの、まあシミュレーションって感じでもないか。まあ、キーパーもそんな怒ってる感じでもないけどね、まあ、ちょっと実質呆然って感じですけど、まあでも、うん、でも自分の仕事はしたよね、キーパーさんは。はい、しました。うん、ナイスキーパーやったよね、何回も止めてたし。そう止めてたんで、うん、かなりいいですよね。ということは誰を落として、まあムソンダさんはとりあえず交代っていうか、まあ、退場なんで、はい、他は誰を、ありますか。
そうですね。交代枠は大丈夫です、うん。残り1回分残ってます。誰をどうしたんだこれは。誰をどうしたんだ公式。まあでももうこれ蹴って終わりやからね。別にもうメンバー表変えるまでもないけど。18番が出てきたけど、私のメンバー表には18番キーパー登録じゃないのよね。どうなってるんやろな、これ。植木さん、これしっかり決めようね。次の試合からのことも考えてもさ、落ち着きが全然変わってくるから、すごい緊張してると思うけどさ。21番の選手変えて、18番入ってます。そういうことね。いや、ほんで しかも味方同士かぶったやん今。うっそ、今味方同士かぶってたよね。ほんで、そうですね、味方同士です。そうなっちゃってましたね。ちょっと早いんじゃない前で。あとは触ってるから早いんじゃないのっていう風になるのかな、 VAR で。うん、ちょっと明らかに早かったけどね。はい、やり直しですね、うん、そうでね、チェックペナルティ、やっぱそうだよね。うん、これ触ってなければもうそのままだと思うんです。そうね、うん、触っちゃってるので、うん、よかったね、我々のサッカー感は正しくって、はい、テレビよりも先にお送りできてたよね。今状況ね、はい、大丈夫です。あ、決まったね、はい、これは大きいね。これはね、うん、植木さんにとっては非常に大きいって、今のは。日本にとっては3点分ぐらいの価値があったかもしんない、これ。よしよし。よかったね、ほんと植木さん。やり直しってどういう、純一さん、やり直しっていうのは、キーパーが蹴る前に出ちゃってて、かつ、ボールを触って弾いたので、それが、今認められてないのでやり直しになってます。そうなんですよ、ルール上相手PK の選手が蹴るまではライン上にいないとダメなんですよ。でさっきリプレイ出てたと思うんですけど、蹴る瞬間にもうキーパーは明らかに前出ちゃってたので、で、はい、しかも触ったんだよね。はい、そうです、触ってるので、うん、触ってなくて外れていれば別にキーパーのせいじゃないよねって話になるんだけど、触って入っていなかったので、なので蹴り直しって、それが認められたってことですね。はい、そうですね。ということで試合終了です。はい。ということで、まんまと5点通り、5点、うん、予言通りかな。はい、まあでもちょっと思った点でもない部分があったけど。そうですね。まあまあ、うん、けどまあ5点。取れれば十分なの。素晴らしいですよね。サッカーとしては5点取るっていうのは本当、はい、5-0 完勝ですからね、はい、なるほど、ありがとうございます。いえ、とんでもないです。わかりやすかったです。ということで、まあ、シュート0で終わったんだ。結局集計上0で終わったんだ。0なんですね、うん、一応1本あるのかなと思ったところなんですけど、うん、0だったという。いや、ザンビアさん泣いてるやん。そりゃそうなるか。かわいそうにね。いや、ほんとキーパー、退場になってしまったキーパーの選手、ほんと慰めてあげてね、みんな、ほんと。彼女はね、自分の仕事しに行っただけだからね。はい、この人が悪いんですよ。だからこの人監督でしょ。はい、この人がちゃんと整備できなかったから、キーパーはもうああなるしかなかったんですよね。だから、はい、うん、かわいそうに、
まあ、ちょっと心機一転ね、スペイン戦頑張ってスペインさんいじめてあげてよ、日本のためにも。そうですね、うん、スペイン戦が、まあ同じ次は26日そうですね、ですね、はい、はい、ということでした、見事5対0で日本が初戦を飾ったという形になりましたが、ヒューチャーさんどうでした？まあ、見た限りではとりあえず格下すぎちゃうっていうのもあるんですけど、まあ、ラインの、ね、裏取ってたり、当然あと守備の方も特に問題なくできてたのかなっていうふうには思いますけど。そうですね、彼女たちはリーグの試合も、もう終わってたのかな、どうなんだろう、中断中ほとんど、ウィーリーグは終わってますので、多分ヨーロッパもね、まあ、今シーズンオフだもんね。マジですよね、はい、うん、だから良い準備ができてる感がありますよね。そうですね、特に先発メンバーの連動は素晴らしいの で、はい、あと動き、その最初から準備されてる動きっていうのは本当に素晴らしいので、まあ、スペインみたいなね、だから世界の一流どころ、うん、相手にどこまで通用するかっていうのは、はい、まあ、この後やってみないと分かんないですけど、すごくいい準備はできてるように見えるし、今の動きだけ見ると本当にね、ベスト4だとか決勝だとかっていうのを言ってもおかしくないように見えますけど、ちょっとザンビアが ね、ちょっとちょっと分からないんですよね、うん、格下すぎてどうなのかなっていうところはありましたけど、はい、ね、今のやつなんかもスペインとか、まあ、決勝とかまで行くとどういう相手が出てくるのか分かんないですけど、通用するかどうか、このパスが通るかどうかっていうのはちょっとよく分かんないですけどもね、うん、分からないですよね、うん、もちろん、まあ、でも素晴らしい動き、ね、本当にいい準備してる、これも素晴らしいよね。そうですね、うん、その後がちょっとおかしくなっちゃってるけど、うん、ということでしたね。はい。はい、あ、今もうリプレイになってるんだね。オフサイド。うん。まあでもこれなんかも紙一重やもんね。もう本当にちゃんとラインのところの問題なだけだって、うん。はい。遠藤さん。よう入ったなって感じやけどね。だから本人も、うん、本人もその気持ちがあるからめっちゃ喜んでるって感じでもないもんね。はい、うん、今のなんかも見るとザンビアさんはでも今のオフサイドライン仕掛けに行ってたのかね、あのタイミングで、まあ、前動いてたもんね。そうですね、前動いてたってちょっとなんとも言い難いところ、うん、プレスかけに行ったってことでもないと思うんだけどね、ということでございました。はい。で、次がいつだったっけ？はい、19時15分になってます。FP3、あ、こっちサッカーですね。うちの配信、サッカーですね。はい、26日。火曜日だっけ？違ったっけな、水曜日。水曜日か。水曜日のお昼なんだよね。はい、26日、14時です。はい。一応配信できるように調整中ではありますが、何度も言う通り私も社会人なので 100% の約束はできません。一旦枠は立てるんですけど、ひょっとしたら当日になってごめんなさいということもあるかもしれないんですけど、まあ、一応頑張って ね、はい、配信はできるように頑張りますので、はい、はい、また、まあ、見に来る人もね、社会人は見に来れるかって話ですけど、まあ、なんとか、ね、みんなで楽しんでいきたいと思ってますので、よろしくお願いしておきます。ということで、フューチャーさん、今日どうもありがとうございました。いえ、ありがとうございました。ということで、今日は配信ここまでです。お疲れ様でした。この後 F1 楽しんでください。頑張りましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。